はい、皆さんこんにちは。本日もまた素晴らしいギターが到着しました。ご紹介させていただきます。皆さん大好きなアディロンダック、これを使ったギターになります。本日ご紹介いたしますのがこちら、埼玉県の王さんですね。TD81 のアディロンダックプラス背面は、ココボロを使用したモデルということでご注文いただきました。今日こちらのギターね、ちょっと特殊なセッティングしてありますんでね、あの後でまたそれもちょっとご報告しますんで、まずは仕様の方からちょっと見ていただきまして、こちらのヘッドのデザイン、これちょっと新しく採用したものになります。それと、外周には私のシリーズでほとんどはこうアバロンがオプションで入れたモデルが多いんですけども、今回、こちらのオーナーさんはあえてその辺をシンプルにというこだわりでね、こちらの方には入れてありません。そしてフレットの方もう一切ありません。シンプルに。で、ネックの方はね、私得意のこの 5P ネック。まあ、これ振動の伝達性の非常に優れたものになります。こちらを使用して。で、トップなんですけども、見てください。外周には通常こうね、キラキラ光るアバロン貝、これを使うんですけども、今回こちらのオーナーさんは全部白蝶貝、これで、外周の方をね、作ってあります。そして、側面。そして背面、こちらにも私のシリーズみんな貝が入ってるんですけども、それ一切なしにしてこうシンプルな、デザインですよね。それで仕立て上げられてます。そして背面はココボロのオールタンバーモデル、という形になります。まずね、今回のちょっと特徴があるというのが、こちらのオーナーさんなんですけども、非常にこうギターの演奏の上手な方でして、押尾幸太郎さんみたいなああいう演奏される方なんですね。ちょっと私にはもう全くそういうのできないですけども、原稿の方をかなり抑えてという形で、通常のセッティングではやらないぐらいまで、下げてあります。そして今貼られているこちらの弦なんですけども、こちらも、ダダリオの、なんと010、これを貼ってあるんですね。で、通常ライトゲージっていうのは012なんですね。で、少しこう柔らかめといっても011を使うのが多いんですけど、この010を使うっていうのは本当に特殊なケースになります。まあ、ハイフレット奏者のね、まあ、専用のセッティングって言ったらいいんですかね。今日それにしてあります。なんでちょっとね、演奏はそもそもこのギター指弾き専用ぐらいに作ってありますんで、ただごめんなさい、私ちょっともう指が動かなくなっちゃって、とてもこのオーナーさんのようには上手には弾けないんでね、ピックの方で、失礼させていただきます。だから若干ちょっとね、柔らかめな演奏という形でね、行ってみたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ早速、音色の方なんですけども、E コードのじゃらんといつもの定番のコード進行、それでいきますね。はい。じゃあまず、E コードから。この伸びがいい。このキラキラ具合、お分かりになりましたかね。はい、こんな感じです。これはね、非常に計算されたギターでして、アディロンダックっていうのは非常にこうレスポンスのいい音を出すんですね。でそこにあえてこういう細い弦を使って、まあ、指弾き用ですね、それを使うことによって中高域の繊細さ、それをもう強調させてるんですね。まさに狙ったギター、というふうに考えていただいていいと思います。でね、私の過去の動画でも、アディロンダックとココボロ使ったギターと思うんですけども、こちらの方がこう若干キラキラした音色、それになってるはずなんですよ。
それをお気づきになられた方いたら、それも素晴らしい魅力を持ってらっしゃるなという感じがするんですが、それも特徴をね前面に押し出して、作られたギターというふうに考えていただいて結構だと思います。で、こちらのギター、オーナーさんなんですけども、これと似た仕様でね、トップ材にホワイトスプルース、そして、側背面にもまたココボロを使ったギターということで、もう一台オーダーの方を立ててらっしゃいます。まあ、ホワイトとねアディロンとちょっと似た傾向にあるんだけど、響きがね若干違うんですね。アディロンバックっていうのはやっぱし最高材でお値段もものすごくいいもんですから、それとまたホワイトスプルースとのね違いっていうのもちょっと同時に紹介ができないんで、ね、これが残念なんですけども、また次回、まあ来月再来月もうちょっと先になるかな、完成してきたらそれもご紹介させていただこうというふうに思ってますんで、よろしくお願いいたします。そうしましたら、じゃあ今日は特殊なセッティングのですね、非常に現行の低い、モデル、キラキラ感、それを重要視した指弾き専用のモデルというふうにお考えください。でもアディロンダックを使うとこれでも響きがいい、サスティン、いつまでもさ、まだまだなってます。こんな感じでね、伸びのいいギターに仕上がっていきますんで、また次回もこれを受けたまわった時期なんですけども、偶然なのかどうなのか、どなたかお一人がねアディロンダックでご注文されると続けざまにアディロンとかね、その注文というのが増えるんですよ。また次回来る、ギターも確かアディロンダック使ってたかな、そういったものが届いてくると思いますので、それもまた合わせて、紹介させていただきます。ただしそちらは通常の、セッティングでね、通常といっても非常に弾きやすい、セッティングにして私皆さんにお渡ししますので、その辺は期待していただいて結構だと思います。はい、そうしましたらまた、次回お楽しみにお待ちください。よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。